毎度こんにちはです。こちら委託品になります。コンタックス用、旧コンタックス用戦前のビオゴン 35mm になります。ファインダーはソ連製のタレットファインダーです。キャップフィルターは純正ではないようです。底のキャップは純正品ですね。しっかりしてます。ビオゴン、本物のビオゴンですね。後玉がかなりよく出てます。外観は結構擦れた感じはあります。メッキがちょっと剥げてますね、ここら辺。ただまあ特に悪い感じはしないと思います。ヘリコイドもスムーズですし、絞りも動いてます。多少重い感じはしますけども、まあ問題ないと思います。多少はレンズも吹き擦れとかありますが、まあまあまあでしょう。まあまあ、ただすごい綺麗とは言えないかなって感じですね。特にひどい傷とかダメージはないと思いますが、多少はあると思ってください。で、ファインダーは旧ソ連ですね、のターレットファインダーになります。このファインダーは視野の外まで見えるので結構面白い、使いやすいと思います。まずまずですね、見えは。こちら 35mm、28mm、50mm、135mm、85mm と変わります。この形ですと、ライカでもバルナック型でも普通に使えますね。シャッターダイヤルが邪魔にならないです。こちらセットで 42,000 円になります。